毎回やめたくなる瞬間。今日もサバイバルやってきたと思うんですけど、見て僕の打った矢気に入ってるんですよね。今日は冒険にレッツラゴーの方に行ったことないから探検しちゃいたいと思います。2分後メサあんの、ありがてー。めっちゃフォロー。建築大好き、キヨキヨちゃんだからね。それはありがたい。めっちゃ集めたから気持ち戻ろう。なんだかんだ1回にさ2分かかるんだよね。2分後、あーただいまただいま、やっと帰ってきた。砂を納品しよう。あーこれしか取れなかったね。大変だな。ボートでこれですぐ移動できるようにしようかな。めちゃくちゃメサにもう秒で着くみたいな機構作っちゃうから。こうすることでボートに乗ったら秒でメサ、わあ落ちちゃった。20分がマジで時間かかったけど落ちないようにしました。今からまたメサに取りに行きましょう。よいしょー、運搬めちゃくちゃ楽だわ、最高。1週間後今日も冒険したと思います。最近エリトラゲットしたから粘土とか集めたいんだよね。よし帰宅。そういえばさ、メサの素材全然活かせてないからテラコット取りに行こう。最近取ってないからな。あーまあこの辺か。黄色とかいいな。